ありがとうございます。でね、先ほど755に簡単ではあるんですけれども、ちょっとコメントさせてもらって、たくさんね、おめでとうって言ってくださってる中で、あのようなね、短めなコメントで申し訳ないんですけれども、しっかりね、言葉しっかり言えなくて申し訳ないんですけど、でも本当にああやって755に書いた通りに本当に思ってて、あれに本当に自分の思いが全て詰まってます。本当に今までたくさんの方の力をお借りして、ここまで活動させていただくことができて、で5枚目シングルのね、シャーベットピンクにも全員選抜という形で自分も入れさせていただいたりだとか、本当に周りの方のお力のおかげで、こうやってね、自分の活動をさせていただいているので、本当にでもシングルの活動だけでなくて、なんだっけじゃない、 DMM での配信とかもね、マシラジをやらせてもらったりだとかっていう配信っていうのも、もう全て本当に周りの方に感謝をして活動していきたい。まだ2年目なんですけれども、この気持ちを3年目、4年目、5年目、6年目とかずっと忘れないでいたいです。で、そうですね、今日からオンラインおしゃべり会というね、あった、ちょっと待ってください、シャーベットピンク劇場版発売記念オンライン個別おしゃべり会、そうですね、もうね、抽選予約が始まっているみたいで、公式サイト見ていただければわかるんですけど、イベント概要、株式会社、あ、待って、待って、LINE さんと共同で導入を開始する、 LINE フェイス2フェイスと顔認証等のビジネスシステムを独自に組み合わせたオンライン握手会のサービスを利用したオンライン上での個別イベントになりますということで、はい、ちょっと、あった、参加メンバーおよびスケジュール、私とこうやってオンラインでお話がしたいなって思ってくださってる方は、多分握手会の要領とそんな変わらないわけではないんですけど、こうやって画面を通してですが、直接お話しできる大事な機会ですので、ぜひね、握手できないからなーって思う方もいると思うんですけど、まあでもお話できたらなって思ってます。私の日程は9月27日、あ、そう、9月23日と9月27日と10月7日、10月11日、10月14日、10月18日、10月25日、嘘、10月23日、10月30日ですね。こうやってパッパッパッって言ってもわかんないと思うんですけど、はい、ぜひね、私と一緒にオンラインでお話ができたらなと思ってます。で、ですね、ツイッ
ターとインスタグラムの再開をさせて、ツイッターはね新たに開設させていただきまして、でインスタグラムの方をまたね再開ということで形で、 SNS がねたくさん使わせていただけるということになりまして、で今日ちょっと遅かったんですけれども、ツイッターの方は初めてのツイートと、インスタグラムの方はお久しぶりな投稿をしました。でそうまだねで755とメールもあってフォトログもあって、でなんかねどうやって駆使してどうやって使ってファンの方に、ファンの方というか私を知らない方にも私のことを知っていただけるかなっていうのはまだ試行錯誤中なんですけれども、ちょっとねどうしようかなって思ってて、まあインスタグラムはやっぱり写真メインというか、なんだろう、女の子の方が多分インスタグラムは使ってる確率は多いと思うので、そうですね、女の子に見てもらえるような、まあファンの方ももちろん楽しんでもらえるような投稿したいですし、ツイッターは逆にファンの方とか、あとは普通にもうどこの世代というかいろんな方も見ていると思うので、それこそ野球の話だったりとかはツイッターを使っていけたらなと思ってました。あと私はなんか755とかメールとかもそうですけど、文章を書くのが好きというか、うん、なのでまあね慎重にですけれども、いろんなツイートが、いろんなツイートというか、なんか皆さんが面白いって思ってもらえるようなツイートができたらなって思ってます。あ、メール来た、よかった、思ってる早く届いたな、誰もありがとうございます。あとはなんだ、何の話を したらいいんだ、今日は木曜日、ごめん今ずっとコメント読んでなかった。そう TikTok もあるので、ツイッターの方がまあ拡散はしやすいので、私もなるべくたくさんツイートしていけたらなと思ってるんですけど、やっぱりなんか本当にツイートした時の反応というか、もうバーってくる感じが本当にすごいなって思って、もうその通知を見るだけですごいなって思うので、ちょっとまだ慣れないとっていうか、なんか何をツイートしたらいいんだろうとかっていうちょっと戸惑いとかはあるんですけど、はい、こんばんは、コメント読んでよ、ごめん今読むね、リプしてないからまたそれねしてください、待ってます。そうね、ちょっと分かって SNS のことにとか落ち着いてからなんかいろいろ載せられたらなって思っているので、ちょっとなんで投稿しないんだよみたいな感じで思うかもしれないんですけど、ちょっと待っていただけたらなと思います。755はファンの方のコメントを引用してお話しするっていうのが結構できるし、うち何結構限られてるじゃないですか。だからまあそこでファンの方のまあツイッターのリプ編をするんだったら755のコメント返しをし主にやっていこうかなとは思っていて、755ははい、でフォトログはもうフォトログにマッシーの今日の1枚ってたまに載せるじゃないですか。あれをインスタグラムとかツイッターにも
使おうかどうか迷っているんですけれど、でもそしたらフォトログだけのなんだろう、これ見れるよみたいな、なんて言ったらいいんだろう、特典じゃないけど特別感がなんか薄くなっちゃうかなとかも思ったりして、るんですよ。まあちょっと、まあでもなんかマッシーの今日の一枚っていうハッシュタグ自体は流行らせたいっていう気持ちはあるんですけど、流行らせたいっていうかもっといろんな人に知ってもらいたいっていう気持ちもあるから、そこを考えたらツイッターの方がいいのかなって思ったり、ツイッターでも使った方がいいのかなって思ったりもするんですけど、でもまあフォトログでもたまにそういうコーナーじゃないけど、そういうたまに載せるのもありかなって思ったりとかしてますね。だからなんか先輩方は本当に、グループの先輩方は本当にツイッター、インスタ、755とかもう全部使ってらっしゃる方とか、本当に一時期はググタスとかもあったじゃないですか。でそれでもう本当にいろんな SNS がある中で、それを毎回ねファンの方というか見てる私たちを飽きさせないで、飽きさせないような投稿をしてくださるのは本当にすごいなって思いました。私もなんか憧れてはいたんですよ、なんかそのね SNS をたくさん駆使して駆使するっていうのも憧れてはいたんですけど、いざこうやって戻せていただくと難しいなって思いますね。そう、使い分けるのは大変ですね。まあでもちょっと多分慣れればというか分かってくれば全然大丈夫だと思うので、まだ最初だけなので、うん、なのでまくびれそう。マッシーはできる子や、できる子じゃない。やばい、これ今見た人さ目潤んでるってなるよね。あくびしただけです。そう、まあまあ、あります。あとはあ、そうだ、あれです、あれ、ほらこちら、マシューメソノイチ48タイムズガールズセレクションの投票が始まりました。すみません、え、びっくりした、え、びっくりした、え、びっくりした、シリが反応した。すみません、よくわかりません、え、なんでマシューメソノイチ、びっくりした、始まりましたで、ね、今シリが反応したんですけどびっくりした、やば、これがリアルな反応ですよ。はい、気を取り直して、こちらの48 Times Girls Selection マシ夢その1の投票が始まりましたので、ぜひ投票していただけたらなと思います。目が覚めた、びっくりした、え、本当にシリ、この携帯のさ機能ですよ。あ、15分経過、26日連続配信中、ありがとうございます。ヘイシリのやつですよ、反応しちゃうかな、ヘイシリっつったら、びっくりした。フィラミニ周年ありがとうございます。もう年間分全部、あ、ありがとうございます。見れると思ってなかったから嬉しい、ありがとうございます、見れてよかった。皆さんも今日も一日お仕事とかね、お疲れ様ですよ。最近さもう湿度が高くて
本当にやばいですよ。なんか除湿機をかけて家を出たら満帆になって止まってて、で家の中の湿度もめちゃめちゃ高いみたいな。本当にやばい。でも今日は家出る前っていうか、最初もう 80% ぐらいの湿度だったんですよ。もうなんか自分が暮らしてる中でも今湿度やばって思ってて、思いながらその除湿機をかけたら50何パーセントぐらいまで落ちて下がって、今も低め。やばいよ、湿度高いとどうなっちゃうんだろう。カビとか生えちゃうのかな。生えやすい。いやだからもう朝とか寝てる間なるべくエアコンとかつけたくないんですけど、でも朝起きたらもう70何パーとかになっちゃってるからやばい。あと寝苦しくなっちゃう。まあね、肌にはねいいけどね、湿気でね。それで扇風機もねいいよね。でもさ、この時期からつけちゃって大丈夫、エアコンとかつけちゃって大丈夫かなって思ったりもするんですけど、でも多分毎年そうやって思ってると思うんですよね。そう、電気代がねやばいね。あと何をお話しするんだ。特にないか。もう話すことは話した。一気に話した。もうね、真夏だよね。ハートありがとうございます。昨日の配信の MC テンポがあってよかった。ありがとうございます。嬉しい。私知らなくて自分が配信のギリギリに自分が仕切りだということを知ってびっくりした。大丈夫だった。やっぱさ、リモートだと難しいなって思った。うん、やっぱりさ、声のさ届きの時間とか違ったりとかするので。ありがとう、みんな褒めてくれるから。ありがとう、嬉しい。ありがとう。ちょっとエアコンっていうか除湿ずっとつけてるから寒くなってきた。マシモちゃんが好きだって期待してる自分がいて、ありがとう、嬉しい。そう、ラグがね。はい、そうなんですよ。研究生のね楽曲もこうしてまたねいただくことができてですね、本当にね、なんて言ったらいいんだろう、こうやって楽曲をいただけることが本当にありがたいことですので、こうやって研究生に大事な曲、シングルの一曲を任せていただけたということ
の期待に応えられたらなって思ってますし、またね今日は負けでもいいと同じくらいこの新しい研究生の楽曲もたくさんの方に愛されるような楽曲になればいいなと思ってます。思ってますっていうか思いますっていうかにしますですね、うん、なのでファンの方皆さんにはねたくさんやっぱりサポートしてもらうのでぜひよろしくお願いします。やっぱ本当に寒い今エアコン今日は消して寝よう。やばい唇の色がないからさ本当にやばい、ごめんね。そうね、これから梅雨に入ってくるので皆さん傘をねしっかり持って、毎日言ってる気がするな大丈夫、ありがとう。そうね、紫陽花の季節だね。そう、傘忘れやすいよね。持ってくのはいいけど、持って帰らないのがね、忘れちゃうよね。ありがとうございます。劇場でも忘れた、ね、みんな傘ね雨降るだろうと思って持ってって結局降ってないと忘れちゃうよね。帰るときに雨降ってないとそのまま置いてっちゃうよね。わかる、わかるよ、めちゃめちゃ。そうで家から持ってくときに、あ今日は降んないからいいなって思って持ってかない日に限って雨が降るからコンビニで800円ぐらいする傘を買わなければならないという、買ってね家に溜まっていくというのがね。55分ありがとう。じゃあそんなところで今日の配信はここまでにしたいなと思います。皆さんね夜なもうね寝る前なのに来てくれてありがとうございます。明日も、明日は土曜日、今日金曜日、はい、ん土曜日、土曜日、土曜日、はい明日は土曜日です。皆さんに素敵な週末が訪れますように。明日の配信の時間はちょっと待ってください、多分夜かな、わかんない、夜って考えてます。私もスクショ、あこれ私は記録用でスクショするだけなので、はい、それじゃあ皆さんおやすみなさーい。バイバーイ。ありがとう。